敵地での一戦で大谷翔平、ドジャースは容赦なく洗礼を受けた。現地時間10月16日にナショナルリーグのリーグ優勝決定が行われ、敵地に乗り込んだドジャースの大谷は、1番、DH で先発出場した。ニューヨークでの開催というだけあって、球場に体制のメッツファンが集結。ホームチームに大声援を送る一方で、 ビジターチームには罵声も入り混じるブーイングを浴びせた。その中で大谷も例外なく敵視され、試合開始前にスタメン選手が紹介される際に特大のブーイングを受けた。だが、大谷は役者が違った。ニューヨーカーたちからブーイングを浴びせられると、それを楽しむかのように笑顔を浮かべブーと口ずさみながらチームメイトたちとハイタッチを交わしていった。 緊張感も漂う独特の空気を楽しむ素振りを見せた大谷。さすがの大物ぶりを発揮した日本人スターの行動は、MLB の公式サイトが X で、昌平大谷はシティフィールドでの、温かい歓迎に大喜びだと拡散。すると、ファンのありとあらゆる意見を巻き起こした。大谷の笑顔に対して、やはり大物、スターは違う。 だから大谷を愛せずにはいられない。こういう空気に慣れている。といった好意的な意見が相次いだ一方彼の偉大さに組むことは恥ずかしい。彼は素晴らしいのだからやる必要はない。といったブーイングそのものに反発する意見も参見した。試合前の何気ない行動が賛否両論を巻き起こし、お茶の間の話題を生み出す。その存在はやはりケウだと言えよう。